試合 MMA 必死なしルールライト級5分2ラウンドを行います。はい、青コーナーフリーマサンナと格闘技、マサンナと格闘技選手、不気味なファイターです。マッハ道場初代グラジエーターライト級王者トーセイ、グラジエーターの初代チャンピオントシ、文化賞級が今回 MMA に挑戦します。マサンナ頑張ってね、アラビライトね、よりご機嫌。さあ、この試合も大注目の試合です。やばいっす、なんかだんだんすごいな、これ。どう見ますか、これは。これはですね、はい、やっぱりトシ選手はキックボクサーの選手なんで、はい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 、やっぱり立ち技でいきたいと思います。ラーマン、ドンプリー、ストライカー同士だから目が回りそうなんですよね。これはちょっと総合ルールでも殴り合いみたいになっちゃう。音が半端ですね。そうですね。横島のマーさん、マーさん、マーさんが右一発入れましたよ。うん、入れましたね。今後ろにもう苦しそうですよ。そうです、クライパンチがこちらマーさんです。そう、上に立ってくるのがマーさん。これはこのまま終わってしまうのか。あれマーさんが上ですよ。終わってしまうのか。試合は33秒、1ラウンド33秒、トシ選手が勝利しました。勝利しました。青コーナーマッハ・ロッド勝利です。いや、今日のマッハ祭り神がかってます。ただいまの試合は1ラウンド33秒、エピソードの PK を取りまして、青コーナーマッハ・ロッド格闘技選手が勝利いたしました。早い、そうです。マッハ・ロッド格闘技選手には勝利者賞の盾とリトルショールスにとばしてるぞ。いや、これ迫力ある。迫力もう多分ね、秒殺狙ってましたよ。狙ってたね。勝つとしたら長引かしたらあかんなと。そうですね。かつてのね、あのザ・グレート・サスケとね、あのウルティモドラゴンのね、あの試合を彷彿させるようなね、分からへん、一瞬のね、秒殺でしたよ。プロレス分からへん。プロレス分かりません。格闘技は分かるけど、プロレス分からへん。ラ・マヒスラルで終わったんですけどね、七冠王者で、まあそれはいいとしましょう。いや、まさかの展開です。僕、トシさん、ちょっと、マーさん、ちょっと苦戦するかなと思ったんですけど、はい、予想裏切って、新宿フェイス、来ていただいてありがとうございます。まず主催の、桜井選手、自分が練習始めた頃からトップ選手で、こんな大会に ね、 かっこいいね、出れたことで、ね、すごい西馬分かるでわいわマサンとね、ちょっと今回の大会で例えが間に合ってプロレス得意なんで、プロレス好きなんだよ。あとね、15年間ね、MMA やってなかったんだけど確かによく言われる、元プロとか言って舐めてるやつね、お前まだまだやれるから43歳の、43歳のマサン、43歳、俺39、年上じゃないですか。俺まだいけるんだよ。まだいけますよ。今回ね、15年ぶりに後輩たちが本当に練習付き合ってくれて、今ディープの小山くんと太田道場の、ね、レビー学、あとねセコンドで、今日15歳 の、 スーパー中学生見ててくれて、背中見せれてよかったですね。てか全然疲れてないですけど、終わりでいいですか。次、まだすごいね、試合が、そうですね、控えめな発言がいいです、ね、なんだろう、まだあるんで、それが男かっこいいね、はい、よろしくお願いします。大山くん来てます、はい、この人いい人、ありがとうございました。いや、今日の勝利、マーサーの勝った2戦に、マーサーの勝った2戦に、嬉しいですよね。嬉しいね、励みになりました。43歳だって、一応選手にします。俺も頑張らなあかんね。フワッチ、中西さん、フワッチからリードで戦ってます。あ、来た、マーさん、かっこいい、マーさん今こっち。それではここで